ハロー YouTube!、はい、ということでね、ちょっと最近またホリエモンの真似をよくしてますね。えー、ですね、あの、今日ですね、えー、っとですね、またその経済のことなんですけども、ちょっと動きが激しいんで、最近ちょっとトレンドによく上がるんで、経済の話をよくしてるんですけど、あのー、昨日のラジオ、昨日一おとといとか結構さ、ラジオで、まあ、経済の,そのバブルが、 一旦終わりかかけるんんじゃないかっていう話をしたんですよ、うん、もう最高値を更新することはないんじゃないか、ね、仮想通貨もニューヨークダウンも、あのー、日経平均も。で仮想通貨に関しては眠だけ上がっていくんじゃないかなって私昨日言ったんですよね昨日のラジオを聞いていただければ分かるんですけどそしたらですねその言った後にいきなり眠が上がり始めてですね84最大84円ぐらいまで上がりました。うん まあもちろん偶然もあるんですけどネムが勢いあったんでねまだ上がるんじゃないかって言ったらいあその84円ぐらいまで一時期すごい勢いで上がってきましたねネムがね。うん、で他の通貨はあのぼちぼちな上がりっていう感じでなんか最高値を更新するってことはなかったですね。うん、でネムはもうここ最近の最高値を更新しましたね。 でまあ、もっと言うともうちょっと上がるんじゃないかなって気もしてます84円なんだけど、まあ、昨日のラジオでも言ったんだけど90円100円ぐらい超えるんじゃないかなとは正直思ってるんですよねまだ行くんじゃないかなっていうネームに関しては、うん、でまあし使用通貨の中ですけどね、うん、あのコインっていっぱいあるんで全部言い出したらどれが上がってるかとか分かんないですけど使用通貨有名なやつの中ではですねであのビットコインとかイーサリアムとかは もう1回その2月につけた最高値を更新しないでこの後はじりじり横に動いていくかもうはたまた下に下がっていくからんじゃないかなっていう予想は変わってません今でもはいでそれに関してはニューヨークダウとか日経平均も同じじゃないかなと思ってるんですよねうんまあちょこちょこ上がったり下がったりするんでしょうけどやはりちょっと勢いが弱まって でまあ横に行くかずっと下がっていくかっていう感じになるんじゃないかなって思ってるんですよ。でいいわゆるるるそのコロナバブルっていうバブブルルっっててうは終了すすかなと思ってるんででよね、うん、でまああのじゃあバブルが終わ,終わるってなった時にまあ例えば大暴落とか来るかもしれませんよねもしかしたら。うん で仮に大暴落が来た時に投資家としてどういった行動を取るのかっていうことがいろいろ言われるんですけどもあの大暴落でもまあ投資で勝つことっていうのはでできるんですね、うん、であのいろんなやり方がある空売りとかいろんなねやり方があるんですけど信用売りとかあのインバースっていう商品があるんですよ。あのインバースっていうのはまあ 簡単に言うと,、えーとね、株価が下がった時に、あのー、株価が下がった時に勝てる商品なんですよね、あのーえー、と投資信託なんですよ、うん。だから日経平均が下がったら例えば日経平均のインバースだと、まあ、日経平均インバースとか調べるといっぱい商品が出てくるんですね。あのー 楽天なんとかとか、えー、野,村野村なんとかとかそういうインバース商品っていうのが出てくるんですけども日経平均に連動したタイプですよねだから日経平均が今3万ちょっと2万9,000ぐらいです2万9,000ちょっとですけどそれが例えばすごい起こった時に収益が出るっていう商品があるんですよ。うん、なんで 大暴落で収益を上げる投資で収益を上げたいという人はこのインバースっていうのは選択肢の一つです。うん。ただし意外とこれ知られてないので忘れて忘れてはいけないのがインバースっていうのはあのずっと長期で持ってる商品としては向いてないんですね。うん。なぜかというとインバースっていうのは持ってるだけで運用費用っていうのがかかるんですね。 運用用管理費用っていうのがあるんですよ、うん、だからずっと持って長期で持ってればいいんでしょっていう考え方の人もいると思うんですよ。なんですけどそういう商品としてはあまり向いてないんですね。ある程度早めに勝負を決めないとその運用管理費用っていうのがずっと取ってついて回るんですね。うん、だから方向性を間違えた時は早々に損切りするなりなんなりしてしないと、あのー、とんでもなく大変なことになるんですね。で 運用管理費用ってどのぐらいなのっていうと大体その商品にもよるんですけどもととか1とかそののぐらいの感じです、うん、結構0.825%っていうのが結構多いんですよね、うん、でまああと1%っていうのがありますあの商品によって違うのでそれはねあの目論見書っていうのがありますから目論見書をね商品を買う前に必ず読んでください その商品名と目論見書っていうふうに検索すれば出てくるので大体でそこのところで運用管理費用っていうのがありますから運用管理費用が何かって確実に確認しておいたわけですはいで例えばじゃあ運用管理費用が1%だったとしましょうねト。で運用管理費用が1%だったとしてこれ年間の数字です年間1%ですでせんじゃあ例えば 100万円インバースを買いました100万円100万円インバースを買ってじゃあ仮に分かりやすいように値段が動かなかったとしますよねずっと100万だったとしますまあそんなこともちろんないですよないんですけども今ここ分かりやすくずっと100万円だったとしますよねそうするとその100万円を売らないでずっと1年間持っていた場合っていうのは1%の運用費用がかかるんですよってことは 100万の1パーだから1万円かかかるんですね、はい、だから持ってるだけで何もしてなくても100万円のインバースを持ってて値動きがしなかったもし場合は1万円取られてしまうんですね。はい、ということで、あのー、あのこのインバースっていうのも下がった時に比較的、まあ、そのまあ何でしょうね 空売りとか信用売りとかそういうのよりも安全に儲ける収益を出すことができるんですけども、あの結その運用管理費用っていうのがありますからそこは注意しなきゃいけないです。はい。だから例えばあのロスカットされてしまうとか、お衣装が発生してしまうとかそういうことはないんですよ。信用で買う信用で買わない限りはなんですけども、じゃあずっと持ってて のリスクなのって言ったらそうじゃなくて、その運用管理費用っていうのが意外とみんな忘れちゃってるんですね。それがかかるんですよ。うん、先ほど言ったように、まあ0.8とかそういう感じですかね。うん。だから分かりやすく 1%, 1で計算すると、100万円インバース買った場合は1年間で1万円とね、値動き値動きが甘かった場合ですよね。うん。っていう感じになります。はい。 だからそこも考慮に入れてインバースとかを買わないといけないとだからもしかしたらバブルの崩壊が、あのー、来てるのかもしれないそしてバブルの崩壊が来た時に投資で勝つにはっていうのはいろんな方法があるんですけども今日はそのうちの一つのインバースっていうのをちょっと取り上げてみましたはいでインバースに意外と忘れてる運用管理コストですね運用管理費用っていうのがあ,のあるっていうのを今日ちょっとまとめてみましたはい まあね、このラジオではね、こういった感じでちょっとこう、その時のトレンドを、ね、取り上げてやってますね。最近は経済の話が多いです。経済が今すごい動いてるんで、あのー、そう仮想通貨とかそういうのすごい動いてますから、ビットコインとかね。なかちょっとそれがトレンドに上がることが多いんで、それでやってます。あと他にもね、いろいろ、まあ、エンタメの話とかもしてますので,で、コメントはね、なるべく全部読んで、なるべく全部返すようにしてますから。 何かありましたら遠慮なくください。またチャンネル登録、いいねもお願いします。ありがとうございます。